なんと秋頃にエストレアスタンダードとクラシッククロージングのコラボで、ムクビ鈴木 in メヒコです。テキバヤメラの街、そうだ、すごいよ。すごいっすね。こうやってパーツへ分けてみんなで作ってるんですね。こちらが刺繍の工場ですね。うわー、すげー、やばい、やばすぎる、本当に。ホリダイチャンネル。はい、どうも皆さん、こんばんは。ホリダイでございます。私はメキシコ、メリダに来ております。そもそもね、なぜメリダに来たのかっていう話なんですが、うちで取り扱ってるね、このエストレアスタンダードっていうね、そのメキシコの伝統的な、まあ一般的に皆さんが言うキューバシャツ、ガジャベーラっていうこのシャツを僕はすごい大好きで、うちでも取り扱いさせてもらってるんですけども、今回はね、これを作っている工場にね、視察をするのがそもそもの目的だったんです。今日はね、オーナーのケンさんが回しをしてくれて、一日密着で、どのようにガジャベーラが作られてるのかっていうのを皆さんに見てもらおうと思います。よろしくお願いします。それではケンさん、行きましょう。ホリダイたちが着用しているアイテムはクラシッククロージングウェブサイトで購入できます。ぜひご覧ください。それでは村へレッツゴー。はい、というわけで、ドライバーを務めてくれるのはミゲルさんです。よろしくお願いします。よろしく。こっからどれぐらいかかるんですか？1時間かな。1時間ぐらい。そうワクワク。そして皆さんお気づきでしょう。ムクビ鈴木 in メヒコです。みんな笑っていいんだよ。ケンさん、今から行く村っていうのがその、エストレアスタンダードのそのシャツを製作してるメインの村ですよね。村全体でそのゴヤベラをみんなで作ってるって感じですね、分担して。へえ、すごい。ローカル感が満載になってきました。ぼちぼち到着ですね。テキ、本当だ。なんで書いてあるんでしたっけ？バヤメラの街。そうだ、すごいぜ。ここにはね、ほら、あったギャバベラのね、お店だったりテイラーがもう右向けば左向けばあります。テンション上がってきました。ホンチュエンツキーよかった。ギャバベラのね、聖地ツキに到着しました。いや、すごいっすよ、本当に。もうどこもかしこもギャバベラギャバベラで、ウキウキウォッチングです。今日はね、ちょっとケンさんに連れてってもらって、いろんなところを回らせてもらいます。制作の過程も見れるといいな。楽しみ。これがここに頼んでたサンプルっすね。そうです。レギュラーだ。レギュラーです。どうですか、出来の方は？合格です。合格。こうやってちゃんと一個一個見ないと、ちゃんとした品質をお届けできないってことですね。そうですね。なるほど。ここがコリーの店。ケンさん、すげえ量のメガストックでございます。ここだけじゃないんだね。あ、うちでも扱わせてもらってるこのフラワーもありますね。それでは、もうこの膨大な量のガジャベラを。すごいよ、ちょっとケンさん。すごいっすね、これ。仕入れもしてるんだもんね。そうですね。うん、まあ、なんか大さん好きなの買ってったらいいんじゃないですか。これ18時間もらっていいですか？はい、いいっすよ。18時間かかりますよ、これ。ちっちゃい、見て、子供のやつがある。トモヒロの小連れに勝ててあげようかな。しかもセットアップじゃないですか。うわ、すげえ。すごい、これは20時間かけてきてよかった。本当に。今から連れてってくれるんですか、作ってるところに？うん。やったー、ありがとうございます。社長、ありがとう。行きましょう。今から工場に連れてってもらいます。初めてのこのスタイル。はい、
コーリーの工場に連れてきてもらいました。いろいろ見ていきましょう。すげえぜ、こうやってパーツへ分けてみんなで作ってるんですね。アイロンをかけて、ここは縫製をする部分ですね。あー、ボタンホール、うんうんうん。そしてここで刺繍の糸処理をしてるんですね。トリミング、ほらあの型でバーッと取って、それでカットして組み立てていくわけですね。こうやってみんなが暑い中頑張ってくれてるから、僕たちがかっこいいシャツが着れるってことですね。リスペクト。大興奮でございます。すげー、マジで。しかもこの後あの刺繍のね工場に連れてってくれるみたいです。楽しみすぎる。到着しました。こちらが刺繍の工場ですね。ほら、おー、すげー、すごい、こんな規模でやってるんだ。はー、やばい、やばすぎる。本当にケンさんすごいっすよ。おったまげです。こんな風になってるんや。社長のサントスさん自ら案内してくれてます。すごいぜ、本場。グラシアス。ほら、おいでおいで、おいでおいで。すごい、急に撮影会になった。え、社長の兄弟ですって。あ、そうなんだ。あら、かわいい女の子。OK。楽しい。それでは、いい加減そろそろ自分のヤバペラを、びっくりした。選びたいと思います。はい、こちらお願いします。いっぱいお土産買いました。ともちゃんにも。これ、かわいい。これはともちゃんの娘にプレゼントです。はい、そしてね、今回は、コリーのね社長にいろいろとお世話になりました。ありがとうございます。グラシアス。もう本当に興奮しかないよね。そうですね、僕たちからしたら。ここでね、あの実はうちの、別注コラボモデルも作ってもらってます。そちらも楽しみにしておいてください。とりあえず僕はお会計します。はい、というわけで帰ってまいりました。いや、ケンさんすごかったっすね。すごかったですね。初めて見ました、ね、はい、あそこまで入り込んだのはってことでしょ。そうですね、まあ、そもそも僕とケンさんがつながったのもそのエストレアスタンダードでね、メキシカンシャツ、キューバシャツってものなんですけど、それがね、僕がやっぱ一番こうすごいなと思ったのはこのやっぱりメリダの、あそこはテキでしたっけ、はい、テキです、はい、その伝統のある場所で作ったものを使いたいっていうそのケンさんの気持ちがすごくね、僕の中でやっぱズバッとハマってて、で実際まあ本当にやっぱり本当に最高です。特にこのレギュラーが最高ですね。いや、20時間かけて来た甲斐がありました。そうですね、はい、ありがとうございます。で、出だしでもねちょろっと言ったんですけども、エストレアスタンダードとクラシッククロージングのコラボでやばいレギュラーだとね、はい、作ってますからね、はい、それもね、先ほど打ち合わせをさせていただいて、なんと秋頃にうちとエストレアのコラボが出ますので、皆さんマジで楽しみにしてください。はい、というわけでめちゃくちゃ暑いので僕はビールを飲んでシャワーに入ろうと思います。はい、それでは皆さん良い夜を。お疲れ様でした。